方向、勝利は確定かな。各家、あざなは方向、炎章に仕えようとしたが、その器を見限り彼の元を離れた。その後、曹操こそが天下を取れる人物と考え仕官、祭神を推挙して曹操陣営の増強に貢献せんとした。そんな折、曹操の父曹操が徐州の刀剣の部下に討たれてしまう。各家の優れた洞察力が今求められようとしていた。万長殿、今は取り込み中かな。おっと失礼。考え事をしているとどうも独り言が漏れてしまうようで、私に用かい？曹操殿にあなたを紹介しようと思ってね。へえ、純勇殿も行くのかい？意外だな。君は私と同じで一人で考え事をしていたいたちだと思っていたが。私が殿に推挙いたしました。高達殿は一族でも傑出した戦術家、この乱世を治めるためには不可欠な才です。曹操殿に仕えても俺のすることは変わりません。ただ策を練るのみです。各家殿や純育殿がそこまで肩入れするとは。よし、私も曹操殿に会ってみよう。万長殿、人前に出るなら身なりを整えた方がいいかと。そうですね。そのように着崩していては失礼と取られてしまうかもしれません。その真面目さは君たち一族の美徳だけど、小言が多いのは困りものだな。さて、そろそろ行こうか。この世に生まれたからには才を尽くして生きなければね。関東の戦いにおいて各家はその能力を遺憾なく発揮、数的不利を覆し曹操に天下への道筋を示した。後のことは信頼できる仲間に任せればいい、そう確信した各家は曹操陣営からふらりと姿を消す。病を隠し通し、最後の最後に皆を驚かせる。それは享楽の軍師閣下らしい幕引きであった。閣殿。お？閣下殿の行方をご存知ですか？え、残念だ。そうですか。無理が利くお体ではないのに、一体どちらへ？今日はいい酒が入ってますよ。もちろんとびきりの美女もおります。それは魅力的なお誘いだね。お言葉に甘えて今からお邪魔しようかな。あとのことは全て託してきたからね。さあ行こうか。はい。人の性は儚くも美しい。だからこそ大いに楽しまなければね。